どうもピン芸人でありながら小説家を目指しております斉藤紳士です。よろしくお願いします。さあ、今日から新企画ということでございましてですね、今まで、文芸五大師の紹介などをしてきたんです。基本僕は紹介をしていこうとは思ってるんですけれども、今日からですね、芥川賞受賞作ね、過去にたくさんございますけれども、それをですね、一作ずつ紹介していこうと思います。決して書評ではございません。よくね、文学系 YouTuber とかの方とかが書評をされてますけども、そんなに僕は評するというようなことではなくてですね、本当に面白いですよという意味で、紹介をしたいと。でちょっと固いイメージっていうのが確かにね、純文学はあると思うんですけれども、そんなことはないと。で芸人ですから、芸人の視点からですね、ちょっとこれボケてますよと、これ笑ってもらうために書いてますよみたいなのも紹介したいと思います。結構面白い作品が多いんでね。はい、というわけで、その前にですね、イントロダクションとしまして、今年のですね、文芸賞、新人文芸賞、その、小説家になるためのですね、登竜門の公募型のですね、新人賞の全ての結果が出たので、一応今年の結果を僕の結果発表したいと思います。まずですね、文学界新人賞の方は今年の初めですね、最終選考まで残りましたけれども、惜しくも受賞ならずでした。そして、その後の群像新人賞の方では最終の一歩手前で、残念ながら落ちました。そして、スバル文学賞は一次予選通過で、敗れました。で、新潮新人賞の方は最終一歩手前で敗れてしまいましたね。涙を飲みました。そして、文芸賞の方はですね、二次通過ということで、三次通過まではできなかったという感じでございますね。という男ですっていう一応紹介をね、今年の、残念成績ですけれども、来年はぜひね、どれか受賞したいなと。で今年はね、こうやって言ってますけれども、初めて文芸五大師全部に出せたんですね。今まではどっか出せなかったりだとか、してたんですけれども、今年初めて五大師全てに出して全てに負けるというですね、潔いということなんですね。来年は頑張りたいと思います。で、芥川賞ですね、受賞作を紹介していきたいと思います。はい、でまず一作目に選んだのはこちら、村上龍さんの限りなく透明に近いブルーでございます。もうこれは芥川賞受賞作の中では売れた、かなり売れた、火花に多分抜かれるまではずっと一番売れた小説だったはずです。はい、ひょっとしたら抜かれてないのかな。まあそれぐらい売れてる作品でございます。はい、限りなく透明に近いブルー、村上龍さんですね、第75回の受賞作でございます。1976年、私生まれる前でございます。すごいですね、そう考えたらね、村上龍さんが24歳の時に、受賞した作品ということで、ストーリーをですね説明しますと、あんまりストーリーらしいストーリーはないです。というか、フッサというですね、米軍基地のある町のでの、若者の、群像劇ですね、を描いてるんですけれども、そこには、ドラッグだとかセックスだとか、大敗的な、日々を送る若者たちが出てきます。はい、でもドラッグももうえげつないです。本当にえげつないです。ヘロインだとか、マリファナなんてものはもう可愛いぐらいの勢いで、 LSD とかですね、あとはメスカリンだとかモルヒネ、ニブロール、もうたくさん出てきますね。で私は村上龍さんをすごく好きなんですけれども、今でも好きすぎてですね、麻薬について勉強してしまうという、やってないですよ、やってないですけどね、当時ですね、18ぐらいの時にもう本屋に行けばですね、そういう関係の本って、今はそんな置いてないかもしれないですけれども、昔は結構バンバン置いてたんで、そういうの調べて買って、あ、 LSD っていうのは下のベロの下に入れるんだとかね、そういうのをいろいろ勉強してですね、似たような作品を書いては一人で北総演出たんですけれどもね、はい、そういう過去はございましてですね、はい、で
ストーリーらしいストーリーがないとなぜ言ったのかというと、基本その何て言うんですかね、男女入り乱れてのそういうパーティーですとか、そういうシーンが8割9割です。もう本当に途中で目を背けたくなるようなですね、うっというような描写がたくさん出てまいります。本当にたくさん出てきます。だから僕は一度ですね、これは本当に、高校ぐらいの時ですかねに読んだんですよ、初めて。で、まあ、ショックで、もう本当にこんな薄い本なんですけれども、読むのに1週間かかったんですよ。もうしんどうと思って途中 でもう二度とこの人の作品読めへんと思いながら読み終わった時に、他はこの人どんな書いてるんだろうと思ったんですね。もうまさにこの人の小説こそ麻薬のように中毒性があるという、村上龍さんなんですけれども、のデビュー作です、これは本当ね。はい。で、群像新人文学賞を受賞して、そのまま芥川賞も受賞するという、まあ、本当に話題性に富んだ作品でした、ね。で、この村上龍さんという人、まあ、特にこの初期の頃なんですけれども、描写にすごく力があって僕は好きなんですね。で、どういう描写かというと、美点を言うんだとしたらですね、すごく五感を大切に描いてらっしゃるということですね。これ僕も割とそこは大事にしてるんですけれども、匂いですね、匂いだとか、あと色、触覚、音、まあ、味覚はあんまり、この作品に限ってはあんまないですけれども、まあ、基本そういうものを大事に書いてらっしゃいます。で、とにかくこの限りなく透明に近いブルーに関して言えば、非常に本当にこう眉を潜めてしまうような、例えば匂いであれば、極端な匂いが多いんです。極端な表現が多いんですね。だから極端な匂い、酸っぱい、脇がとか吐砂物の匂いとか、ね、そういうきつめの匂いの描写がまあ多いです。で、色もまあ原色がバーンと出てくるような、もう強い、とにかくね、文章が強いんです、この人は。もう面食らうようなものが多いですね。で、触覚っていうのもヌルヌル、ベトベト、ザラザラという、非常にですね、力のある、もう筆圧が強いんじゃないかというね、見たことないで分かんないですけども、ぐーっと書いてるんじゃないかっていう、迫力がある作家さんで、まあ、それは未だにそうですけれどもね、未だにオールドテロリストとか、あそこら辺の最近の作品ですら、やはり熱量っていうのはそこら辺の若い作家さんよりめちゃくちゃあるんじゃないかという、作家さんで、非常に軽妙な作家さんですけれども、僕は好きな作家さんなんですね。はい。で、僕が好きな文章もこれね、とにかくね、静かな小説なんです、これ。静かなんです、非常に。どう静かかというとですね、起きている現象とかは非常に騒々しいです。コンサートとかですね、殴り合いであったり、そういうね、性的な描写であったりっていうところも非常に騒々しいのにもかかわらず、作者のこの、視点というか、描写が非常に静かなんですね。で、冷めてるんですよ、冷めた視点で、かなり俯瞰的な描写が多いです。で、最初のところで、これ全部読みたいですけど、まあ、ちょっと長いんであれなんですけれども、例えば同じ場所にいる人にの描写、例えば、A はご飯を食べていた、同じ空間にいたらそうやって書くと思うんですよ、例えば 今の現在として。でもね、 A はご飯を食べている、ちょっと距離がある描写なんですね、この人は。で、基本だからね、一つこう壁があって、その向こう側から、物事を見ているというような視点で、特にこの小説を書かれています。で、一番最初の、冒頭ですね、飛行機の音ではなかった、耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だったっていうとこから始まるんですけれども、で、こう部屋の描写をバーッとしていくんですけれども、そこでですね、もうその静かな視点というのが、俯瞰的に見ているというのが、もう決定的なのが、鏡台があると、正面に大きな鏡台がある、その前に座っている女の背中が汗で濡れている、女は足を伸ばし黒のストッキングをくるくると丸めて抜き取ったとあるんですけれども、
まるで知らない女性を描写してるようでしょ。これは、恋人のリリーという女性なんですけれども、この恋人のリリーという女性を女と表現してるんですよ。もうここにこの人のその俯瞰的な距離感というのがもう最初の冒頭のこの一行で現れてるんですね。で一貫してその、非常に距離のある静かな視点で、捉えています。はい、それでだから、中で起こっている出来事っていうのは非常にこうなんていうんですかね、エキセントリックで、結構衝撃的なのが多いんですけれども、それを読めてしまうっていうのはこの作者の静かな視点があるからじゃないのかなというふうに思います。でですね、この限りなく透明に近いブルーのね、僕の好きな一文というかは、72ページにございます。このリリーがですね、リュウあなた変な人よ、かわいそうな人だわ、目を閉じても浮かんでくるいろんなことを見ようってしてるんじゃないのっていうねセリフがあるんですよ。このセリフがね確信なんじゃないかなと僕は思って、でこれがその村上リュウという人の小説の最初の頃の多分モチベーションというか一つのテーマだったんじゃないかなというふうに思います。現にこの後の作品、すぐ後の海の向こうで戦争が始まるというのはですね、浜辺にいる、あるカップルの男の人の視点から、対岸の稜線に見える場所に物語がどんどんこう視点が移っていくんですね。はい、そういう面白い描き方をされていて、まあなんていうんですかね、ストーリーテラーのタモリさんのところに世にも奇妙な物語だったら戻ってくるみたいな、一回ねタモリさんの視点でまた話が飛んでいくみたいな、そういうその起点となる人物として男の視点というのがあるという、そういうのがですね、この村上龍さんという人の一つのテーマとして最初の頃はあったんじゃないかなという、それが非常に面白くてですね、あすごい作家さんだなというふうに思いまして、僕は大好きになりました。基本僕らの世代の男の人好きな人多いと思います、村上龍さんというのはね。でまあいろいろあるんですけれども、僕なりの解釈として、解釈ですよ、これは書評じゃないです、解釈です。結局ずっとこのえげつない出来事がずっと起きるんですね。で感情がないですほとんど。で最後の最後に感情が爆発するんですよ。ただそれも僕は逃げ道があると思っていて、というのは、まあ、酩酊状態というか、まあ、正直こうトリップしているような、状態ですね、薬物を摂取して、少しこう幻覚を見ているような状況で、龍が発狂します。はい、そこは感情の爆発なんですけれども、それがどちらとも取れると僕は思っています。で顔を潰すんですね、龍ってこれ主人公龍っていうんですけど、だからもう本当に村上龍さんの自伝的小説だと僕は思ってるんですけども、顔を潰すんですね。でその時に蛾が死んだ時に僕の全体像などを把握せずに死んでいったはずだと龍は思うんですね。で龍は幻覚として、幻覚なのか、まあ実際見てるのかわからないですけども、大きな鳥が見えるんですね。で蛾を潰し殺した時にこの蛾は僕の全体像っていうのを把握せずに死んでいったはずだ。ただ僕は鳥に気づいたと、鳥はおそらく僕を蛾のように潰して殺すだろうというふうに、でも僕は鳥に気づいたんだって言うんですね。でここはその鳥っていうのがきっと何かの象徴なんだろうと思います。はい、でその何かの象徴に自分が潰されそうに抑圧されているっていうものがやっぱり、なんていうんですかね、主人公の漠然とした不安の一つなんじゃないかなと、の象徴として鳥っていうのが出てくるんじゃないかなと。で鳥は分からないんです、社会全体のことかもしれないですし、ちょうどその頃の社会っていうのが安保闘争とかが終わってその後の世代ですよね、ちょっと、ですからノンポリとかが出てきたりとか、逆にヒッピーみたいな文化があったりとかして、アメリカの文化もどんどん刺激的なものがガンガン入ってくると、
でフッサという基地の町ですから余計それを身近に感じますよね。でそこガン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 入ってくる、アメリカナイズされていく、そっちに傾倒するのか、日本人としてのアイデンティティを守るのか、もうこの先どうなるんだ、本当にアメリカの支配下に置かれてしまうんじゃないか、でも魅力的なウッドストックみたいな、なんかそういう、音楽をはじめとするような流れもあるみたいな、でそういうところにいる若者の漠然とした不安みたいなものが僕らでは多分ちょっとわからない世界ですけどもあったんじゃないかなと僕は想像するんですね。でおそらくその不安の象徴として鳥っていうのが出てくるんだと思うんですね。で、最後にですね、もうおかしくなるんですね。わーっとおかしくなって竜はグラスのね、ワイングラスの割れた破片で自分の手をグーって刺すんですよ。で、あ、何してるのってリリーとかに言われてもグーってやるけれども、この血が出てるこの右腕だけが、左腕だったかな忘れましたけど、が生きてる感じがするっていうふうに思うんですね。でその感覚を持ったまま竜はそのガラスの破片を持ってポケットに入れるんですね。で、まあ、ラストシーンに行くわけですよ。でラストシーンでそのもう一度ね、そのポケットから血のついたガラスをファッと破片を取り出すと、でガラスの破片がですね、夜明けの空気に染まりながら透明に近い、限りなく透明に近いブルーだって終わるんですよ。なんとこう匂わせみたいなね、匂わせ女みたいな、匂わせ女全然違いますけども、というお話なんですね。限りなく透明に近いブルーという、僕は本当に行き過ぎた話だとは思うんですけれども、当時のその若者の心情というのをすごく反映していて、またそれはその時代に限らず今現在にも通じるところがあるんじゃないかなというふうに思います。非常に面白い作品です。限りなく透明に近いブルー、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。というわけで第1回目の芥川賞受賞作紹介は以上でございます。どうもありがとうございました。